おはよう。眠たいです。どうも。今日は5時半に起きました。嘘ついた。5時に起きました。5時起きだ。やっほー。みんな早起きですね。早い。今日は木曜日。今日木曜日だね。眉毛、今日も頑張りましょう。とっても眠たい。おはよう。かまちゃん、ハート、バラちゃん、バラ、赤佐郷さん、だるま、タカさん、だるま、小鍛冶屋さん、ハート、坂道さん、だるま、ありがとう。お茶さん、ありがとう。コナンさん、カップアイスありがとう。激眠です。やばい。12時まで配信したからさ早く寝ればいいものを12時まで配信したから、そっからお風呂とか入って遅くなっちゃった。はい。昨日はすぐ寝れました。眠たかったから。今日は酔わないように頑張ろうと思います。乗り物酔いに気をつけます。眉毛こういうくなっちゃった。おはよう。今日もファイト、ありがとう。時すでにお寿司さん、カップアイスありがとう。ありがとう。眉毛濃くなっちゃった。まあいいか、眉毛は濃くてもいいか。なんかちょっと垂れ眉に見えるね。わあ。パセの配信つけたまま寝落ちしたんですか。じゃあ起きてもパセが見れてびっくりだね。おはよう、ありがとう、見てくれて。寝るギリギリまで。アラームはちゃんとセットしてましたか。寝坊しなくてよかった。いや、眉毛を描いてるんじゃなくて、眉毛の毛並みを整えてます、このブラシで。なんでパセリ眉毛濃いって言ってるのにまだ足してるんだって思うかもだけど、毛並みを整えてました。のべちゃん、だるま、心の困りごと相談室さん、カップアイスありがとう。坂道さん、ハートありがとう。やっほー。これは眉毛に色をつけてます。はいはいはい。茶色。やっぱ今日眉毛太くなっちゃった。まあいいです。
前髪で隠れるから。あ、太い眉毛太い。まあいっか。たかしんさん、カップアイスありがとう。おはようございます。今日ちょっと太くなった、描くの。わーん、眉毛の太さ大事だよ、大事だよ。おはよう、みんな何時起きなの？早いね、早いですね。おはよう。暗くてよくわかんない。多分鼻できた。はい。オッケー。もうちょっとだったか。よーし。スープラピースープラパー。体が勝手に踊り。4時40分起床、早い早いじゃん。私は5時負けた。4時40分だと。キョンシュさん、入ったおき、間違った、入ったありがとうと思ったら、言おうと思ったらさ、1個下のコメントで起きてますってやつ見ちゃって、入った起きてますって言おうとしちゃった。入ったありがとう。5時、昨日よりは遅起き、最近早起き続きでいい感じです。お仕事様様です。別に早起きしなくてもね、いいのに、なんか早起きしちゃいました。あ、ピンクになりすぎちゃった。まあいいか、どうにかなるよ、きっとどうにかなる、きっと多分。うん、錯覚錯覚、馴染みます、気持ち。おはよう、仕事中頑張って、頑張ってください。私もお仕事です。マキシさん、だるま、しんちゃんさん、だるま、バラちゃん、カップアイス、たかしんさん、カップアイス、デーブさん、ハート、おみかんさん、かわいい、ありがとう。おはようございます。今日は9月21日木曜日です。知ってましたか？今日木曜日です。今日木曜日、はい。もこばやさん、ハートありがとう。木曜だよ今日。明日は金曜日、明日は公演です。花だれ公園です。1ヶ月半ぶりの花だれ公園です。あさっては新潟でイベント、イベントに出演いたします。しあさっては全国ツアーで新潟です。新潟を2日連続出演いたしますので、新潟に住んでる方はぜひよろしくお願いします。そしたらもう大阪のツアー千秋楽が来て、広島の
打ち上げ祭が来ておしまいです。早夏のツアー期間早短あっという間に終わっちゃった。まだ終わってないけど今月で終わります。早いね、あっという間だね。長いと思ってたけどあっという間だ。はい、クマが消えました。じゃーん、クマがいなくなりました。クマ撃退です。え、今日雨なんですか。やだな、ジメジメはちょっとやだな、結構やだな。マジ、あ、唇ちょっと濃くなっちゃった。パッパッ。バンブーホースさんだるま、マクールさんだるま、トシさんバラ、高雪さんハートギフト、鴨志田さんハート、右田ピポさんだるま、アロハ太郎さんだるまありがとう、スプマンテさんだるまありがとう。これちょっと口が濃すぎてる、口濃ゆくなっちゃった。濃ゆ濃ゆマンだもん。困ったね、薄まれ。なんか光の加減が難しくてさ、スマホ今の画面に映ってる顔はリングライトで明るくしてるから、なんかすっごい目とかピンクに見えるんですけど、現実の世界の光は暗くて、こっち見てメイクしたらとんでもないことになっちゃう。光って難しい。そして眉毛が太い。難しい。なんてこった。みんなも準備してますか？朝の準備するんだよ。ちゃんと。ちゃんと朝ごはんを食べるんですよ。私はもう食べたから。食べたのでもうお酒に失礼したので。みんなも朝ごはん食べるんだよ、ちゃんと。いいかい？おはよう。ごはんをお食べ。あ、ちょっと入れすぎちゃった。まあそのうち取れます。はい、オッケー。今日の朝ごはんはなんか生姜の鶏団子もち麦入りスープみたいなやつとね、熟成焼きイカみたいなやつです。全然朝ごはんっぽくないけど、朝からイカでした。今日期限があるからね、買っといたやつの期限があるからと思って朝から食べました。はい、前髪を下ろしたら眉毛の太さなんて分かりません。おお、良い、オッケー感じです。 OK、 はい、聞いて、見てほしい、ハイライトが割れたの。伝わる？ハイライトが割れてさ、超ショックです。見てください、ここのハイライト
一箇所割れたら粉々になるから毎日ビビりながら開けてます、ね、怖いよね化粧品の怖いところ。おはよう。やっほー、ね、悲しいね、ショックだね。そう、粉々になるんですよ。気をつけてください、みんなも。あとは何言ってたらいいか。粉を振りかけとこう。今日は喉がガサガサならないように移動中マスクで保湿するので、マスクで保湿するからそれで落ちないように上からちょっとコーティングしときます。コーティングしときゃどうにかなる、多分ね。根拠はないけど、根拠はなくても自信があればいい。だから自信をつけときます。粉を塗ってるんだぞっていう事実で自信をつけたいと。おはよう。塗れるもんは塗っとこう。はい、オッケー。今日はなんかすっごい肌がチュルチュルです。肌がチュルチュルでとても良いです。チュル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 。オッケー。そう、今日緑。なんでこの服を選んだかっていうと、生地がちょっとニットなんですよ、これ。だからこの暑いのか寒いのかよくわからない今の気候にいいかなと思ってこれにしました。ちょっと天候がねよくわかんないんで、この秋なのか夏なのか中間の時期はどうしたらいいかわからないのでこれにしました。今日の目標1、ブログを書くこと。移動中にブログ書くこと。今日の目標その2、移動中に秋服をゲットすること、ネットショッピングです。あとは健康に生きることです。本日の目標です。みんなは、ジロくんハート、りょちゃんハート、ありがとう。みんなの目標は何ですか？美味しいものを食べるとか？何するの？移動中にスマホは、移動のなんていうの、交通手段によりけり、タクシーとかバスとか車は酔っちゃうけど、酔わないやつ酔わない。電車と新幹線は酔わないけど、新幹線は空腹で酔います。なんか4時間かかるじゃないですか、東京とか行くときは。だからその事前に食べてても起きるときには空腹で酔っちゃう。あとはジェットコースターもよ。まるさんハートありがとう。無事にお家に帰ること、大事、大事な目標です。それは。おはよう。
エットが目標。明日からにしたら明日から頑張ったら。今日はもう好きなだけを食べなさい。おはよう。わあ。今日みんな今日のさおはようツイートならぬおはようポストを見てくださいね。もうあれは載せるか迷ったんですよ。いやこれはメールにした方がいいなと思ったけど、いつも寝る前に次の日のおはようトークを決めたらいいのに毎回忘れてて、で今日も5時パッと起きてやばい今日何載せよう、あこれメールで送ろうと思ったけどもう載せちゃえ。朝早いしみんな寝ぼけてる時に見てくれたら温かい目で見てくれるかもしれんと思って載せてみたけど、もうコメント済み。ありがとう。冬さん、だるま、ありがとうございます。みんな X 見てください。アットマーク O S A K I アンダーバー S E R I K A です。昨日の晩ご飯好きなだけ食べたらお弁当4つ食べました。強い完食ですか。すごいね4つは。どんぐらいのボリューム。普通に1人前ですか。やば、いいな胃袋大きいの、羨ましい。胃袋私どんどん縮んでますよ。これじゃあスイパラに行っては元が取れないぜ。おはよう。おはおはおぱおぱせおはぱぱです。どうも。今日髪の毛もさどうせ帽子とかかぶるからいいかな。帽子をキャスケットにするかキャスケットにするかキャップにするか。どう思う？みんなキャップとかかぶりますか？私はこの前狙ってていいね押してた ZOZO タウンでねいいね押してたキャップが数分後に完売してて、他のサイト見ても完売してて、私がいいね押した時はさ残り2点だったんだよね。買っときゃよかったと思ってすっごい後悔してる。在庫ないのにさ未だに見ちゃうのそのページを。未練たらたらでさ悔しいぜ負けた気持ち。野球帽、野球帽は大事、熱中症予防。キャップキャップキャスケットもあり。どうしようかな今日。なんかねお仕事で行く時とかって朝はさこういう状態じゃないですか。前髪髪の毛とかも寝起きの状態なんだけど、帰りってさメイクさんがメイクとかして髪の毛をきれいにしてくださるから、私の場合ここにお団子があったりとかここでサイドポニーがあったりとかするから帰りは帽子がかぶれないですね。なんかいつも悩むんですよ朝から帽子をかぶっていくかかぶらずいくか。かぶっていけば帰りはただ手荷物になる帽子が、でもかぶっていかなかったらなんかメンバーとか結構帽子かぶってるんですけど、朝とか早い時とかすっぴん隠しみたいな髪の毛ボサボサ隠しみたいなかぶってるけど、一人だけボサボサを世にさらしてしまう難点もあって、でも
キャップをかぶると私は汗かきだから前髪が汗でもう蒸れてお風呂上がりみたいにびちょびちょになるんですよ。だからメリットもデメリットもあるんだよね。いつも悩むんです、どうしよう。で昨日はかぶっていかなかったんよ。最近は10回に2回ぐらい、5分の1ぐらいかぶる。あとは夏だったから汗かくしやめとこう、荷物になるしやめとこうってお留守番だったんだけど難しい。流星さん、だるま Z さん、ハートありがとう。クロさん、ハート。おだちさん、ハート。トルさん、かわいい、ありがとう。おはよう。そう、私めっちゃ体硬いんですよ。 X の投稿見てくれてありがとう。めちゃめちゃ硬いのだからね、あのレッスンとかでダンスのレッスン前とかってみんなで柔軟ストレッチがあるんだけど、開脚も人よりも狭いし、足の開きが前に前屈もできないから、アンピーとかうなうなとか体が柔らかい子たちは顎とかが床についてるのに、私はずっとこうやってクマみたいな、テディベアみたいな、こういうことずっとこの座り。他の子たちはここに顎ついてるんですよ。一生懸命やってこれなんですよ。手を抜いてるわけじゃなくて、あの妥協してるわけでもなくて、真剣に床につくように頑張ってずっとやってんだけど無理で難しいんだ。みえさん、だるまありがとう。今もまだふーちゃんのシチューさん、カップアイス10個ありがとう。クワドリさん、だるまありがとう。後ろから押されたりあります、あるよ。ダンスの先生とかが乗っかってきて頑張れって言われて、こうやって押してくださる時とかは痛い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 って言ってます。痛い痛い。私結構硬いです。 STU で1番って言っても過言じゃないくらいには硬い。1番か3番まで表彰台には乗ると思います。3期生は分かんないけど、でも 2.5 キロ柔らかそうイメージ。うん、硬いんだ、困ってる。おはよう。私さ、そう、硬いのが嫌だから自粛期間中とかに YouTube で調べて、その足の開脚が幅が広がるストレッチとか毎日さ、そうやってコツコツねやってたんですけど、それでもダメだったのそれでもダメだった。なんかお酢を食べたら、お酢を飲んだら柔らかくなるとかもさ言うけど、私めちゃめちゃお酢摂取するけど柔らかくならない。もうダメだ、そういうポテンシャルでした。でもこれからも頑張ります、コツコツどうにか。でも少しずつ柔らかくなってる、3年で少しずつ、だから6年後とかにはもうちょっといけると思う。おはよう、おはようございます。あー、確かにちっちゃい頃からやっとかんとなのかな。そうかもね、体柔らかい方が怪我しにくいっていうから大事だよね。得意不得意があるんだよ。そうだよね、私アイス食べるの得意だけど。そうだよね。スタナーさん、だるまありがとう。
今日髪の毛結ばなくていいか。そうコツコツって大事、本当に。なんかコツコツしてますか、みんな。見習おうかな。なんかみんなってさ、なんか自分以外の人間たちってさ、隣の芝生は青く見えるみたいな、そういう感じなのかもだけど、自分以外の人間ってみんな頑張ってるって感じがして、自分だけ置いてかれてる気になる時あるじゃないですか。みんな絶対コツコツ努力してるよね。私も頑張るね。貯金してるの偉い。おたかつコツコツいいね。コツコツおたかつ、ボロがいい、ボロがいいから素敵。おはよう。コツコツお肉を蓄えています。大事だよお肉蓄えるのも。だってさ、年取ったら痩せていくって言うじゃないですかね。大事大事、今のうち蓄えとこう、そうしよう。みんなある方がいいよ。大は小を兼ねるよ。ないよりあった方が得してるよ。その分さ、地球上に存在してる体積は大きいから他の人より得だよ。みんな平等な世界で体積が大きいとね、平等平等。おはよう。井出さんハート、土地太郎さんハート、ありがとう。あ、ありすぎても困るな。そうだね、ありすぎちゃうといろいろ健康診断とかで指摘されちゃうかもしれない。体脂肪率を3分の2にしたいの？体脂肪率測ったことない。体脂肪率みんな測ってますか？体重計ついてるタイプの人ですか？いいやつ使ってる人たち、みんなもしかして体脂肪率気になるな。すごくない？乗るだけで体脂肪率分かるの、いまだに仕組みがよく分かってません。健康診断、人間ドックに行きたいんですよ。人間ドックに行きたくて、今年の春3月ぐらいに6周年コンサートとリカが終わったら行こうと思って、ネットでちゃんと調べて、広島人間ドック方法を調べて4月に行くぞーって決めとったのに、気づいたらもう9月末。おかしい、おかしいわ。ストーチのミニマロンさん、カップアイスありがとう。ね、去年の健康診断から 11.5 キロ痩せた。 11.5 キロ、すごい努力や。それは 11.5 って結構じゃない？ 11.5 は赤ちゃんで言ったら 3,4 人ですか？3,4 人ですか？え、体から赤ちゃん 3,4 人分がなくなるって考えたらすごくない？めちゃめちゃ身軽じゃん。赤ちゃん抱っこすると結構な重量あるよ。はあ、 11.5。 朝からポテチ食べてる俺って。大丈夫、ポテチを消費している、ポテチの会社に貢献しています。そうだよ、大丈夫だよ、大丈夫、安心して。
チの会社にお金を払って、そのポテチの会社で働いてる従業員さんが今日も笑顔で過ごせてるって思ったらいい。そうだ、大丈夫だ。私も昨日夜中にパイナップル食べたし、全然違うけど、ポテチとパイナップルは違うけど大丈夫。たまにね、毎日食べたらダメ。朝からは体がびっくりしちゃうよ。おはよう、パセちゃんです。ポニーテールもいいね。いや、おろそう。おはようございます、どうも。モンブランパルム食べていい？どうぞ。美味しかったよ。超栗だった。めちゃめちゃ栗でした。桃好きですよ、桃。でももう最近もう売ってない、桃高い。もう旬が終わったかも。眠たくなってきた、眠たくなってきたよ。セブンの金のアイス、ソフトクリームみたいなやつ。あれはパゼは普通の金じゃないやつ推しです。金じゃないやつ推しだよ。この後寝ないです、もう準備してお仕事だよ。寝ないよ。流星さん、だるま、ひらがなたくん、ハート、ありがとう。そうだ、眠たい。でもみんなも頑張って早く起きてるから頑張る。おだちさん、カップアイスありがとう。はあ、水もエアドロしたんですか。うわ、覚えとけよ。昼に、午後の仕事開始時間に睡魔のエアドロ返しするから覚えとけよ。一番眠い時間に睡魔返ししたろ。おはよう。今日も一日が長く感じてお得です。早起きはサーモンの得。あと1、2、3、あと15分ぐらいで配信終わって準備します。早起き大事だね。今日髪がなんかアイロンしなくてもいい感じにまとまってるから助かっちゃう、助かっちゃいますね。え、明日公演なんですよ。明日公演なんだけど髪型どうしよう。最近した髪型は昨日三つ編みしました、ロケで。昨日三つ編みして、あとは何したかな。最近はね、何したか全然覚えてないよ。昨日三つ編みして、一昨日がお団子、ここで後ろでお団子してて、そんでその前の日はお休みの日に浴衣配信してここでお団子してて、ああその前の前の日はここで編み込みで下ろしてた。それでもいいけど、
最近おろし具多いかも。お仕事釣り吉さん、だるまありがとう。道弘さん、だるまありがとう。どうしようかな。22日だから次。確かに明日22日だわ。22日ですが、ですが、猫耳、明日ベレー帽があるんだ、ユニットで。だから猫耳すると潰れちゃうかも。ベレー帽があるからね、難しいよね。花垂公園ユニット曲、ベレー帽問題、髪型問題ある、悩む。おろしでもいいけどね。コーラさん、カップアイスありがとう。トビさん、だるまありがとう。悩んじゃいますね。三つ編みは、三つ編みはね、この前花垂れでした気がするんよね。違ったっけ。前回の花垂れ公演は8月9日です。私8月9日の花垂れは三つ編みをしました。だから三つ編みは明日は絶対にしない。かぶっちゃう。月に1回の公演で同じ髪型したらちょっともったいない気がするから。ダダダダダさん、タコとダルマありがとう。トシヒロさん、ダルマありがとう。どうしようかな。でも今決めてもまたどうせ私のことだから直前でやっぱ違うってなりそうだよね。おはよう。そう、新潟もあるからね。それとも被らないように。新潟はベレー帽がないから、その分何でもあり。さとこさん、ハートありがとう。おはよう、おはよう、びっくりマーク。そうよ、メンバーの髪型にもよる。もう難しい、わかりません。もう気分で決めよう、その場その場のね。リハが終わってメイクさんの目の前にお願いしますって座った瞬間の頭に浮かんだこれだってやつにしよう。そうしよう。もう分からない、正解が分からない。そうします。ピンときたやつにしちゃおう。え、そりゃそれが一番いい解決です。勝手に相談して勝手に解決しました。おはよう、元気、元気かい。今日も元気に頑張ろうね。おはよう。食べ物しか浮かばない。そうかも。リハ終わったら私は真っ先にお弁当を食べるんだよね、いつも。でも花垂れ公演はユニットが一番最初の曲だから最初にリハが終わるんですよ。だからね、すぐメイクさんのとこに入らないと後が詰まっちゃうから、いつもだったらお弁当、もう速攻お弁当に行くんです。お弁当今日なんだろうって見に行って食べて、もう他のメンバーが楽屋帰ってくる頃にはごちそうさましてるんだけど、花垂れ公演の時はお弁当は2番です。髪型が1番、
髪型ファーストで生きていくから安心してください。おはよう。ね、新潟お米食べたい。お米食べたいです。新潟、しかも土曜日からさイベントで行けるから泊まれるってことじゃないですか。近くにスーパーとかあったらいいな。スーパーとかあればさ、コンビニよりもご当地のものがありそうだから楽しみだな。お米とか、お米とか、お米とか、お米とかお米大好きマイ。おはよう。バスセンターは行けない気がしますね。バスセンター行ったらきっとファンの方いっぱいいるからさ、きっと出歩けないね。また今度いつかプライベートとかで行くときに行くね。ね、楽しみ。どんな景色なんだろうか。魚六、魚六っていうスーパーがあるの。魚が美味しそうな名前だ。魚六、持って帰るの重くない？待って、私さ米俵で買うと思われてる袋で買うと思われてる。安心してください、お家に炊飯器ありません。炊飯器ないんだ。炊飯器を買うと食べ過ぎちゃうから、広島に来るときに炊飯器を買わないって決めたから、ないんだ。そうよ、新潟公園もご当地局あるからお楽しみにしといてください。でも想像つくかな、どうだろうな、びっくりするかな、どうだろうなって感じです。どうかな、予想しといてください。みんな2曲披露します。兵庫は出港と夢をガラス瓶の中に2曲やりました。でその次福岡では12秒とメロンジュース、 ST はレモンジュースなんですけどやって、そんで名古屋ではごめんねサマーとパレオエメラルドやって SKE さんの曲して、東京はベイビーベイビーベイビーと、あと何したっけ、あれポニーテールとシュシュ AKB さんの曲やって、で次新潟で最後大阪です。なんでしょうね、楽しみにしといてね。なんでしょう、大阪、大阪はまだわかんない。なんだろうね。ああもうあと5分で終わらなきゃじゃん、早い早いぜ。ごめんねさま。あ、メールにあれ送りました、この前サインボールのポジションをメール取ってる方限定で教えましたので、新潟は立ち見なので席が多分決まってないから選べるから、入場順次第で陣取れるタイプのやつ、もうここは俺の陣地だってできるタイプだから、もしサインボール狙いの方いたら、まあサインボールがあるとは限りませんが、まああるでしょう。これまであったのに新潟だけないことはないでしょう。だからメール取ってる方はぜひ参考にしてください。ダーソクさん花束ありがとう。
私はメールに書いたことを結構配信でも喋るから、メール取ってる方の特権っていうのが真剣ゼミのような気持ちになることぐらいしかないかなと思って、あのショールームで話した時に、あ、この話知ってるわみたいな、ちょっとどやどやみたいな、ね、そういう真剣ゼミの気持ちになることぐらいしか特権ないかもって思ってたから、ずっとだからメールの特権にしてみました。いや、前列じゃなくてもういけますよ。前列にいたからって前列にピョンって投げることもない。その時の気分で、昼公演は前に投げたか、夜は遠くに投げようとかで投げてるから大丈夫だよ。遠くに投げようとしても腕力と飛距離がなくて途中で落下してってこともあるし、私の場合はこの前はシュンって投げすぎてメンバーの方に、一番端っこにいたんですけど、メンバーの方に行ってピューンって跳ね返って客席飛んでったから難しい。おはよう BD マンさん、カップアイスありがとう。キャッチしてください。これで真っ黒クロスケ取る時のあれでキャッチしてください。おはよう。誰がもらってるんだろう。なんかね、なんか何回かは X で取りましたって方がいたんですよ。パセリのサインボール取りましたって方いたけど、後の公演は自己申告がなくて、だからさ、ちゃんと大事にしてるかなって思う。心配だよ。おはよう。心配です。目で始まってリで終わるものとかに出さないか心配です。4文字のカタカナの、おはよう。天井に向けて投げたら、天井機材があったりするとこあるから、もうスタッフさんに怒られちゃう大変、もうその会場使わせてもらえなくなっちゃう。トシさん、ハート、アンバさん、だるま、ありがとう。やで始まってくで終わるやつも危険ですね。カタカナ、鑑定団、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃん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 、ケビンさん、ハートありがとうございます。1、10、100、300円とかになるかも。おはよう。なんか鑑定してほしいな。なんか鑑定してもらいたい。なんもないけど、そんな今家の中見回したが、見渡した感じ何も出せるものないけど、うんないな。みやちゃん、ハートありがとう。うっかりあんこさん、ハートありがとう。なんかありますかね、出せるものないよ私。お皿とかも壺とかもそういうのもないもん。困った。掛け軸とかもない。
鑑定できない。みんなの私物出してくれる？提供してくれますか？みんなのお家にある掛け軸とかを集めて鑑定してもらおう。そのさ、お金は山分けね、みんなで鑑定した後に。いい？オッケー？オッケーということで決まりました。ありがとうございます。そのお金でアイスを買いたいと思います。50年後、これ、この本、価値ついてるかな。でもこっちの方が非売品だから、こっちはネットでも買えるけど、こっち非売品だから、こっちの方がそういうレア度の観点から言うと50年後価値上がるかもしれない。それかもうこの中からとてつもないもうビッグが出てきて、もうすごい売れちゃうかもしれない、ね、もう50分ですか？本当やん、終わらなきゃ。ありがとう、ありがとう、朝からパセリのメイクを見てくれて。みゃーん、眉毛。終わりの時間です。皆さん、また夜配信します。夜お仕事次第だから何時になるかちょっと分かんないけど、また配信いたしますので、夜寂しいよって人いたら配信でおしゃべりしましょう。そんでは壇上のコーナーに行きたいと思います。13位 BD マンさん、12位釣り吉さん、11位丸さん、10位 Z さん、9位おだしさん、8位ジロくん、7位クワドリさん、6位スプマンテさん、5位しんちゃんさん、4位あっちゃさん、3位タカさん、2位リュウセイさん、1位コカジヤさん。ありがとうございます。ありがとう、みんなみんなみんな、今日も一日頑張ってね、お疲れ様。見てくれてありがとう。朝からこんな寝起きガサガサ声なのにいっぱい見に来てくれてありがとう。健康に気をつけて過ごしましょう。好きなものを食べて心の健康が一番だよ。じゃあね、パセリメールとパセリあのねしてね。バイバイ、おやすみ、おやすみじゃない、いってらっしゃい、バイバーイ。